じゃあ今日は宮城の一貫石で船券を買っていこう。今まで結構部屋の中で撮ることが多かったんですけど、はい、まあ、宮城のお客さんともまあ絡んだりしながら、そうですね、はい、こっちでやってみたいなっていう気持ちもありましたんで、うん、おじいさま方におじいさま方にその買い目の予想を聞いてみたりするのもいいし、うん、はい、アドバイスもらいながら、ね、やってみましょう。はい、頑張ります。じゃあもう早速行きましょうか。中に入って、せーの、わっ、疲れた、ガチ肩痛い、疲れたね。早速やっていきましょう。予想早速やっていきましょう。あ、見てください、結構年齢層高めの皆様が会場に足を運んでくれています。若い人もいるよ、ほら。そう、意外と若い人もいますね、うん、でどこ買おうか。大村が12分前ですよ。どうです？あ、大村やりたい私。大村12分前の大村行こうか。じゃあ大村4レースですね。何ですか？なんでかいやつ。早速これですか、うん、今から大村の4レースやろと思って、うん、父さん的にはどうですか？4レース。ちょっと荒れるね。荒れるんですか？荒れるって言ってたよ、お父さん。え、1絶対外す。荒れるって言ってました。この人。山田さん？はい、まあ、でもオッズ的には1からやっぱ売れてますね。でも大村って結局イン強いですもんね。そうだよね。表示内容が正しければ購入を1、はい、はい、購入。そこは6入れないんですね。はい、これはもうあの人気通り買います。なるほど。てれれ、はい、ベリービューティフル。あ、ベリービューティフルって言われました。今が どこやるんですか？今からどこやるんですか？全部？時間のある限り。時間のある限り全部ですって。そう、これどうですか？大村6-1流し4レース。6-1、4レース？はい。大村。大村5は切ってるけど。ここだ。はい、買いました。あなたが。はい。当たんなら。あと1-2-3と1-2-4。6のマンコロよ。マンコロ？マンシュはマンコロ？10万円だよ。よかったらこれあげます。はい、私のシール。え、いいんですか、そんなところに。顔に貼ってください、顔に。イエーイ、はい、ピースして。せーの、はい、イエーイ。いや、バリギャルイ。投票券をお取りありがとうございました。私は6-1の3着2-3-4で5は切りました。もう5はもうオッズが270何倍とかやったんで、で一応人気の2つも買いました。1-2-3と1-2-4。これはもう上から1番と2番ぐらいです。お願いいたします。私は1頭と6頭と2頭1個だけ入れて、とりあえず1、6、あとここが来たら角に2号店の方が来るのでビューンと抜けて、うちの次に6がついてきたりしないか、6か4か迷ったんですけど4はプライベートで買います。31本サイアウト回り5号艇129期生若手の野恭平です。並びもスタイルもスタート展示同様、スタイルは1対2対3という形で、2番コースから1番、4番、6番、2番、3番、5番の体型で今スタートいたしました。あ、2ってそっか、そっか、行ったよ。1号艇、さあ2号艇が絞っていこうかという体勢で、1号艇、2号艇、ちょっとこの2人がやられた形。さあ内野からズバッと入って展開をついたのは快勝負、3号艇の瀬川、バックストレッチ向こう上面でありますが、さらに2コースから4号艇も差し上がっていきます。さあトップ争いは中枠の2人に線残した1号艇の山田、この三つともへ後方向かって歩くが4号艇の筒井が、そして1号艇が外前に引いて、今度は3号艇が最後を誘うかという体勢、上位の体勢はここで4番、1番、3番の体勢となっていた。これから2周目です。リードは現在2進弱となりました。4号艇の筒井、2番手追走は1号艇の山田、上3番手は3号艇の2番手追走、次どこやります。この後は11レースの特別戦は3番手、3号艇の瀬川、早いですよ、こっちは5000円取り返したいんでね。4番、私の買い目は結構なんかまばらに行きましたけど、1-3-4、1-4-3、4頭4-3-1、1-6-3、3-1-4、4-1-3っていう感じで、1着も1だけじゃなくて3、4入れてみたりとかしました。
ででん1頭の134143、これは多分1番人気2番人気ぐらいで300円ずつと、あとはなんと全146頭を全で買って2番手に1が取るように、あとはちょっと5は3番手外しちゃったんですけど46で取るように買いました。でも5捨てちゃったの。1号艇1柄3号艇ミスミこの2人が注目を集めて取る第5です。え、なんか1新入1コースから1番2番3番4番5番5番です。スタートちょっと遅れたね。ちょっと遅れてるね。三冠戦突破2コース2号艇宮田。いや2に刺されそう。二冠戦での差しというところで1号艇の1柄には先に回る。あとは中割ろうと三号艇三角は半円で通で5番4番6番と届いてギリ逃げてるかも。逃げてるわ。シアキさん、ね、5はないの。5絡まないで。1から6番手に5ないの。スタートは前提正常でした。わさんそこにおられたら困る。私外からかわして2番手取り切り番手5で宮津3番手1ないわ。5だ6だ。あれシャークさんだ。シャークさんすごい後ろとか見るんだ。1柳トップで2周2番手の旋回2番手4号艇宮津3番手が6番手かかれ下げんかかれ1マーク。でも2もないんですよ。私6番2000円しかないです。積みの絵間に合うかな。あれ2個目アダルトビデオの前振りじゃないですよ。あ、初めてです。今日は初めてですか。こんな感じ。あよく見てますね。あれ痛いとこ疲れた。いい、ね、私もちょっとあの AV みたいな撮ってください。お願いします。あ、はい、あんまりこういう経験なくって。あんまり緊張してなくて、むしろ楽しみみたいな感じではあります。いいよ、ほっといて、はい、すぐ終わります。取れ高ないや。すぐ終わり。私なんて言ったってあと2000円しかない女なんで、人気ベスト10上から2ついきます。妖精夏がなだら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 生足みはこのマーメイド出すとこ出してたまわになったら本物の恋はやれそうか。あ、これで外れたらマジ今の下りカットしてください。恥ずかしいんで。あんたどっから来た。私ですか。夢の国から。福岡です。うちの娘の顔面平成10年ぐらいね。12年です。あ、2000年生まれ22歳です。お父さん何歳ですか。これ55歳。え、待って、お父さんより年下なんですけど、なんか上かと思ってました。あとお父さんやんわっか。59です。59、はい、仕事何ですか、お父さんは。あ、建築のなんか現場の監督みたいな。監督さん、はい。金持ちやね。全然。結婚してんばいね。私、いや、まだ独身なんで。もう結婚してんばいね。はい。なんかいい人いますか。うちの息子は。あ、お願いします、ぜひ。26歳。うちの息子や。うん。30なんで。あ、まあまあ全然いいですよ。全然。愛知県の本社。どうやってどうやって。え、愛知ってだってトヨタの本社ですもんね。すごいですね。すごいですね。ボーナス。お願いします、お父さん。お父さんと呼ばせてください。息子を紹介してくれます。30歳、手取りは35万って。へえ、よかったよ。よかった。はい、ガチガチの船券買いました。123132、1000円。私は1頭を4つかな。1、2、4、1、3、4、1、2、1、2、3、4、5と23頭、合計4000円です。行きましたね、もう最後行きました。みかんちゃんがもう全部ないんで。天気悪いね。
住之江って何県ですか。大阪です。ここは人気どころ。そこら辺全部雨なんだ。で決着になるかの大分です。インコースから1番から番お願い。ガチガチで行ってちょうだいね。みかんちゃん何？123132もう上頭にえお願い。私これ合ってないともう軍資金がないよ。いい。あ、頑張りすぎないで。お願い。そして2号艇、5号艇、6号艇、6号艇ですがバックスレッジ。いい。速攻から1号艇の長谷川。いい。長谷川さんが3号艇いった。何がやばい？手が小回り。握った2号艇、あと4番、6番差し替えていきますが、飛びました。1号艇の2番手争いは3号艇のフードコンディションに巻き返して、1号艇2番手3号艇速攻全速攻絶対5回、絶対5回、絶対5回、3号がいい、絶対5回、3号艇の木村回って、そこからまた5号艇がわずかに膨らんで、2号艇の木村正樹がまた来た。あります、ピースあります。4は嫌やね、これ危ないね、危ないね、内側に、内側に、あ、でも出た出た出た、よしよしよし。5号艇の心一戦で2勝目の活躍、2番手争い3号艇の3番手、5号艇で前半戦最後の大分です。一般戦は135の奇数艇トリオで、これゴールだよ、135渾身のガッツポーズください。3番ゴール、よっしゃーやっぱりうざいやつ当たってないね、当たってないね。135ありがとうございます。すごい、すごい、見たことない。見たことある、見たことない。すごい、これって何円札ですか。10万初めて見ます。すごい、見てもいいですか。すごい、取れました。135500円。イエーイ、あげないよ。1万円が一瞬で散りました。あら、じゃあ1万円が一瞬で散った人と1万円が一瞬で手に入った人っていう、こう切りのいいとこで今日は終わりましょうか。サムネはいらないですか。まあ、またやりましょう。でも土日とかだともうちょっと多かったんですよ、若い人。土日やりたいですね。と、なんかいろんなコミュニティがあって、一般席のコミュニティもあって、屋外のコミュニティもなんかこうあるので、次屋外でやってみたいと思います。嬉しいかもしれない。ぜひこんなこともやってますので、BTS 宮城にお越しください。はい。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てね。バイバイ。ありがとう。ありがとうございます。きなこのアイス買っていいですか。いいよ。お金くれました。ひみちゃんが。本当や。これがめちゃめちゃ美味しいんです、きなこ。ピーちゃんなんかいる、買おうか。足のな。お子様。あ、いいっすか。いや、ポンタグレープのアイスとか。ね、よく混ぜます。お父さんに忘れないでねって、ステッカー渡しといて、さっきの。私のシールです。ありがとうございます。私は不定食覚えてます。はい、覚えてるよ。28日ですから、絶対食べてくださいね。はい、私のシール、よかったら貼ってください。田中なつみです。アイス買ってくれてありがとう。